明日から皆様またまた学校でございます。皆さんもお仕事学校頑張ってください。来ました、ありがとう。カエルさんのね、やばいよねカエルの声。課題終わって久々に見に来た、ありがとう。お疲れ様です。課題ダメタジャマト見た、ヒャドも見た。どうでしたか、ありがとうございます、見てくださって。こんばんは、こんばんは。テスト週間なんで、もうNOWでテスト週間中です今。NOWで。明日は何の教科、何でしょうかね。衣装どうしたの。衣装はあのスクール時代の時の衣装がちょうどいいのがたくさんあって、ちょうどいいのがめっちゃあったから、おーいいじゃんと思って来ました。インスタメント早速やった、おありがとうございます。そうもうね、だいぶ前のやつなんですけれども、なんかインスタ出そうと思ってて結局出してなかったお写真をあげました。ぜひぜひ清楚系女子のやつなので、ぜひ皆さんインスタも更新したのでぜひ見てください。お、あーちゃんハートありがとうございます、ハートありがとう。ね、テスト期間終わったらまた写真撮りに行きたいなと思いますので、お楽しみ。かなりさんこんばんは、ありがとう、こんばんは。おくみさん頑張り、ありがとうございます、頑張ります。頑張りますつって、明日からまた学校ですよ皆さん、頑張りましょう。でもテストだから2時間で終わるんですよ、11時半下校。インスタ見てきた、すごい綺麗な公園、ありがとうございます。そうなんですよ、あの公園に行ったわけじゃなくて、なんか弟のサッカーの試合をお迎えに行った時に撮った写真なのかな、あれは。うん、仕事嫌、ファイト。期末、うん、多分中間ではないと思う、期末かなと思う、なんか多分そのあたり。得意なテスト楽勝、楽勝ですよ、任せてください、任せて。テストの自信はもうね、もうやばい、もうねありすぎて逆にやばいよね。お、あーちゃんバラありがとうございます、バラありがとう。自分は今日で試験を終わった、明日頑張って、頑張ります。テストもそれな、テストもリモートにしてくれればいいのにね、それやったらもう100点満点だわ。 Google 先生にたくさん聞くから、ちょっと待ってな、ちょっと冷房かけさせていただいて。やつ嫌だ、部屋も嫌だ。でもね、今週1週間頑張ったらまた土日がやってきます。しかし土日を乗り越えたらまた月曜日がやってくる。でも月曜日を乗り越えたらまた土日がやってきます。しかし土日を、いや土日で癒されたとて、また月曜日がやってまいります。でもその月曜日を乗り越えたらまた土日があります。でも土日を乗り越えたらまた月曜日がやってきます。キラキラボイスのファイト、ありがとうございます。テストはちょっと頑張ります。助けて、エンドレスなんです、エンドレス人生。はい、そうなんですよ、あの夏休みやってくるね、確かに。弟くんは今、え、弟中二って何歳？中二の誕生日過ぎてる人って何歳なんだろう今。いや3つ下だから14歳なのかな、わかんない。ちょっとよく理解してない。そう考えると余計辛くなる。いやそれな。それな、コロナで学校行くのに電車怖い。確かにね、電車怖いよね。人生のやつを曲作って、なんか聞いてください、あのね曲を今作ってて、あの動画とかツイッターとかさ、ショールームとかでもインスタとかでも TikTok とかでも動画を公開したいなと思ってたんですけど、できなくなりました。なんか新しい規定みたいなやつで、作詞作曲、自分が作詞作曲したやつもできなくな、いろいろまた規定が変わって、今日その説明会みたいなのがあったんですけど、いろいろ変わったみたいなので、なんかできないことになりました、ごめんね。だからそうなんです、だからあの握手会とかで歌うね。握手会とかで
こんばんは、こんばんは。ネタフェス2週間、いや、もっとあるよ、もっとある、もっとある。そうなんです、ごめんね。なんか歌える曲とかも、弾き語りもできなくなったし、あとは TikTok もそのキュンですとか流行りの曲できなくなりました。だから難しいですね、更新するのが更新するのが難しい。 AKB の曲もなんか公式さん、 TikTok の公式さんが上げてる曲だったら大丈夫らしいんですけど、なかなか難しいですね。うん、だから割と難しいですだからリクエストをいただいてもちょっとできないかもと思いますので、すいませんそうなんです、ごめんね、すいません。そう、 PM もできない、もう PM もできなかったそうだな、そうなんです、自分の曲なんで、そう、自分で作詞作曲したやつならいけるのかなと思ってマネージャーさんとかにも聞いてみたんですけど、マネージャーもいろいろ、なんていうの、交渉とかしてくださったんですけど難しかったみたいで残念。弟とどっちが背高いの？まだ部屋の方が高いかな、まだ私の方が高いです。でも今100、弟は163ぐらいなのかな、多分今年の夏には抜かされるかしらナナが辞めることじゃない、うわー、ありがとう。テロップ怒ってる、いやこれ可愛くない可愛くない、これ怒ってるとかじゃない、可愛いでしょ。才能伸ばすことが ができてほしいな。そう、今日ね、パパとね、そのオンラインショッピングでギター見てたんですけど、その作曲ってさ、なかなかピアノでできないからギター欲しいなと思ってて、そう、パパにドラムかギターどっちか買ってって今交渉してます作詞作曲したショールームで紹介できないのかな。ショールームでも弾き語りができなくなってしまって、そうなんです。あとね、カラオケボックスでのカラオケもうできなくなっちゃいました。パパはギター持ってるんじゃない？パパはギター持ってますよ。アコギ？アコギです。変なのが欲しいのが。ドラム置き場に困る。いや、部屋の上に間違えた。部屋に置きますよ。この辺に。でも音がうるさいって言われたんですけど。普通のドラムやったら音うるさいけど、なんかヘッドホンつなげてさ、やるあるじゃん、ドラム、それならうるさくないから。ワンちゃん、ワンちゃんあ、マグロさん、夏いね、ありがとう。夏いね、夏いねってどうやって終わらそう。夏いね、ありがとうございます。ミッサーのやってる弾き語り、え、でも楽曲がその48の曲やったら多分大丈夫なのかな。ちょっとグレーゾーンです、そこは。でも分かんない、ミッサーにはやってほしいから、ヒアノは応援するこんばんは、こんばんは。ヒアノ声で違う、ヒアノ静かだよ、何言ってんだ、静かですよ、私静かでございます。こんばんは、こんばんは。さっきさ、聞いてください、ちょっとさ、でも暗い話になるからやめます、すいません、何でもないです何でもないです。こんばんは、こんばんは。明日がテストだよ、どうしよう。今日は早く寝るよ、部屋のは早く寝て、明日テスト中にカクカクならないように頑張るならないように頑張ります。ショールームはおしゃべりだけになるのかな。ね、ショールームはもうショールームでの DMN のカラオケは大丈夫だそうです。それでも AKB の楽曲のやつは大丈夫です。 T
って言ってました。 TikTok どんどん流す曲、いやあのね全面的にその48の曲しかバツなので、それもちょっと難しいですね。そうなんです。だから歌うとしたらショールームかインスタライブで48の楽曲をアカペラかそのショールームだったら DNM で歌うって感じですね。なかなかね難しいですね。今度ミサとコラボしてショールームですか。いやしたいんですけどね、なかなかね。そうなんですよ、したいんですよ、ヒャノもしたいんだけどさ、俺はうん、歌って TikTok 48。そうなんですよね。あとそれか公式さん、 TikTok の公式さんが出してるそのなんていうの、出してる楽曲なら大丈夫って言ったんですけど、なかなかね鼻とばっかやろイエスイエス。そうなんです、だからちょっと皆さんにお披露目する機会が狭まっちゃったんですけれども、近々すごいいいこともお知らせできるかもしれないので、こちらの方もねぜひ皆さんお楽しみにしておいてください。こんばんは、こんばんは、友達は見たぞ。お、どうでしたかどうでしたか、どうでしたか、かゆい、なんか絶対できてる。お、小林さんハート、大ちゃんハート、たくさんありがとうございます。ハートありがとう、ありがとうございます。小林さんと大ちゃんありがとう。お、ケントレイさんもハートありがとうございます。ハートありがとう。いけた、確かに確かに確かに。コバさんあとたくさんありがとうございます。塾はやだの曲も踊りか、確かにね懐かしいな、懐かしいな、その曲もう歌えない、塾行ってないからもう歌えないですね。コバさんあとたくさんありがとう。ケントレイさんもあとたくさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。今日はお皿なんかじゃなくて、マジ。バブー。バブーっつって。バブー。ママ。ご飯。大ちゃん。なんだっけこれ。待って。朝顔ありがとうございます。朝顔ありがとう。ファーン、毎日じゃギネス記録になるまで続ける。うん、ギネス記録にもうすぐ乗るからかわいいよ、本当ありがとう。キュンです、トキキュンです。ドタバタ生活の説明上はどれだったか、それとも変顔、ミュージックビデオの本家のミュージックビデオで驚いた顔をしていらっしゃったので、驚いた顔をしました。これで小林さんハートたくさんありがとうございます。ありがとう、すごい目見える、なんか驚いた顔をしてみました。鍵穴から、あの鍵穴はママが作ってくれましたママが鍵穴作ってくれて、そうなんです。コバさんあとたくさんありがとうございます。ありがとう。作ったんです、ママさん使ったけど、これもきね、よくわかったね、すごいありがとうございます。お、76日、イエーイ、76日、ありがとう。衣装も自前すぐ、本当にやった。もしランダムワーク再生いきそうだ、本当すげえ。鍵穴やりの指示があったの、うん、なんかミュージックビデオをひたすらリアルに
表現してくださいみたいなことがあったのでしました。ママ天才それな。お、コバさん可愛いもありがとうございます。ありがとう。いつも聞いてたフェバリットソング、あの曲のようにずっと繰り返して24時間君だけリクエスト中、ドゥン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  I want you。 歌おうかな、なんか歌いたいな。よいしょ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 。なんか最近さ、ほんとちょ聞いてくれ、物欲がさめちゃめちゃありすぎてさ、もう次から次へと欲しいものが出てくるんですよ。もうねやばい、ほんと我慢しなきゃ、我慢を覚えないと嫌の、かゆいかゆい、なんか絶対できた。遠藤さん、あとありがとうございます。あとありがとう。例えばうん、それこそ香水やったり服やったりもね本当にやばい。ごめんね、みんな落ちちゃったじゃん。ごめんね、ショールーム落ちちゃった。もうさ、なんで落ちんのもんね。わ、こんばんは。ごめんね、落ちちゃった、ショールームプチって。最近何、でも最近一番最近のお買い物は帽子かな。帽子ですね。なんかカラオケを始めようとするといつも落ちちゃうんですよ。なんでカラオケしてほしくないのかな、もしかして嫌いやらのこと、携帯もしかして嫌いなのかな。嫌いなのかな、ヒャノのこと。ヒャノは好きだよ。パンパン、今度落ちないでくれたまえよ。プチってね、やんないでよ、本当に頼むよ、頼むぞ。嫌いなのかな、本当ヒャノのこと嫌われてんのかな、携帯から。いや、のは好きだけど片思い。ごめん、ね、ちょっと今日ねテンションおかしいんだよね、部屋の。いつもか、ごめん。ドゥドゥドゥうりゃ。ということで、プチ、時間大丈夫だよね。声出るな、今日声出るな、なんか声出た。
今日声出てね、なんかわかんないけど、自分的に、自分的にね、聞こえはわからんけどなんか歌いやすい。お、ひろゆきさん、ハートたくさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。なんかさ、懐かしい歌歌いたい、このこちらの、あーかゆい、熱狂も歌いたいんだけど、歌いたいんだけど、なんか歌えるかな、めっちゃ久々だから歌えないかもしれない。歌えなかったら本当にごめんなさい、歌えなかったら本当にごめん、あのワンチャン、あの前奏で切るかもしれない、歌えないなと思って、本当にごめん。え、歌えないかな、歌えないかな、どうだろう、どうしようかな まあ、まあ一回、一回、一回ね、ちょっと一回、ワンチャン、ワンチャンあるから、ワンチャン、オッケーオッケーオッケー、ワンチャン。私に期待しないで、理想の彼女になんてきっとなれない、プレッシャー。ここまでは大丈夫、ここまでは大丈夫、次で、次で、次でいけるかな。いけたよ、さすが、皆さんが応援してくださったおかげでございますいけたよ、いけた、ぜ絶対無理やと思ったやの、イエーイ、いけたじゃん、歌えないかと思った。55分か、うー、じゃあアカペラで365のあのサビだけ歌うわ。そうしよう、それでランキング発表に行きます。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ、風の中を力の限りただ進むだけ、その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。トゥルトゥトゥはい、ということでランキング発表をしたいと思います。ありがとう皆さん、いきます。13位ももたれたまとさん、ありがとうございます。12位バンクさん、ありがとうございます。11位エンドさん、ありがとうございます。10位キラキラボさん、ありがとうございます。9位ベルちゃん会長、ありがとうございます。8位ハオさん、ありがとうございます。7位エファンファンさん、ありがとうございます。6位黒鍵石郎さん、ありがとうございます。5位カイスさん、ありがとうございます。4位大ちゃん、ありがとうございます。3位アーちゃん、ありがとうございます。2位ひろゆきさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ルドゥン、コバさんです。ありがとうございます。コバさん、ありがとう、イエイ、コバさん、ありがとうございます。ありがとう。
キャッチフレーズをしたいと思います。ケンドコもっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました16歳、のんのんこと奥もっとヘアンです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということで皆様今日も見てくださってありがとうございました。明日からまた1週間頑張りまーしょ。インスタも更新したのでぜひそちらもチェックお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。3210アデュー。バイバーイ。